テレビをご覧の皆さん、こんばんは。韓国代表対日本代表ゲーム4の模様、これからお送りいたします。ゲーム解説は松田力夫さん、黒木智弘さん、お二人さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いよいよプレイボールまであとわずかです。日本の攻撃、先頭バッターは1番イチロー。左ボックスに入りました。マウンドの先発ピッチャーキム・ガンヒョン、最初の1球は何か。最初はインコースから来ました。カウントワンストライクノーボールです。さあ次はどう攻めるか。低めに外れてボール、ワンエンドワン。さあ次の3球目、インコース低めのストライク、カウント2エンド1。低め落ちました。この打球はファウルになります。あーっとこれはいい当たり、ライトへ上がっている。ここは見送ります。2ストライク2ボール。変化しました。セカンドの前破った、きれいに破りました。これはちょっと無理か、ライトへのヒットになりました。そして次のバッターとなります中島、やはりランナー一塁としています。これも牽制、タッチしてアウト、一塁牽制はアウト。これではね、ランナーに出た意味がないですからね。はい、低めをボール打った。今のはファウルになります。第2球はどういく。これは外です。これが伸びます。大きく外れました。2ストライク1ボール。バッター見送りました。今のはバッターがよく見ましたよ。はい、最後まで見ていました。次が5球目。さあこの当たりは、これはサードを取って一塁に送ります。アウト、一塁はアウト。打順が移ります。青木早くも2アウトにしています。外めのボールから来ました。ワンストライク2アウトになっています。さあ2球目、前進前進、これは取れない、ワンバウンドヒット。さあヒットになります。センターへの打球はヒットになりました。そしてこの回ヒットを2本打たれています。どこから狙うか。ランナーがスタートします。見送ってストライク、タッチアウト、ボール失敗で3アウトチェンジ。1回の表終了、日本代表得点はありませんでした。そして日本の先発ピッチャー松坂、韓国に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。1回の裏、韓国の攻撃、対しますこの回の先頭イジ。最初のボールはもう集中できませんからね。さあ、さあ韓国代表ノーアウトからヒットが出ました。ちょっとボールが沈みましたが打球はレフト上がった。前進前進します。ワンバウンドヒットになりました。ここでヒットが出た。レフトへの打球はヒットになりました。まあここは状況に流されず、まずは自分のバッティングでしょう。そうですね、この回2本のヒットを許しています。まずは変化球、空振りになります。カウント1ストライクノーボールです。最初のバッターにヒット、その後もヒットを許しています。さあ2球目、あっと
これは併殺になりそうです。取った、二塁へ。二塁アウト。そして一塁転送、一塁もアウト。643のダブルプレー。そして4番バッター登場です。リレーフォース、ツーアウトになっています。どこに出てくるんでしょうか。2球目はどうか。あっと、これはいい当たり。どうだ、どうだ。低い打球でした。先制のツーランホームラン。ここで一発になりました。ワインになったスタンドのものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。1回の裏、先制のホームランになりました。さあ、初回からのホームラン。試合はいきなり動き出します。そしてタッチをかわしていきます。2点先制します。早くもリード、先制点が入りました。狙いどころは決めているんでしょうか。おそらく打席に入る前から決めてたと思いますよ。すでに2点を奪われています。まずは初球。初球インコースから入りました。149キロです。2対0、韓国がリードしています。このボールはどうか。打った、これはショート抑えた。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さて、試合は2点差となって2回に進んでいきます。2回の表、日本の攻撃。先頭バッターは DH 稲葉。ここは塁に出たやつ。ノーアウトランナーありません。どうですか、達川さん。日本はどんな展開に持っていきたいですか。この回でね、1点でも2点でも取りたいんですけどね。はい、とにかく出塁したい。このバッターボックスです。2球目、低めインコース。力いっぱいの速球がコーナーに決まりました。様子を見ていくか。これは変化球でしょうか。2エンド1になりました。次の4球目。次のバッターに変わります。村田。この回はワンアウトになっています。どこから行くか。初球から低めを攻めています。ワンストライクです。キム・ガンヒョン。このイニングはリードを2点にしてのピッチングになります。インコース際どい。まあ、スイングだけ見てますとね、力強くていいんですけどね。はい、豪快に振ってきました。外へ、バッテリー外してきます。連続三振。さあ、もう一度見てみましょう。そして次の6番小笠原、打席に入ります。今日最初のバッターボックスに入っています。どう組み立ててくるか。初球ストライク、ボールを操ってきます。次の2球目、低めの球ストライク。ツーストライク、追い込んでいます。あっと、まっすぐ持ってきました。ツーエンドワン。インコース打ってセンターに持っていきました。前に出る、前に出る。取りました。スリーアウトチェンジ。2回の表が終了しています。日本代表三者凡退に終わっています。2回の裏、韓国の攻撃。対するこの回の先頭。さあ、今日の第1打席です。第1球です。あっと、打ちました。取ってワンアウトになりました。セカンドフライに終わりました。下位打線に回ります。チェ・ジョン、左の打席に入って、この回はまず先頭バッターを打ち取っています。さあ、第1球、まず変化球を見せてきました。ボールカウントノーワン。2対0、韓国がリードしています。外のボールが打っていった。ちょっと変化球にね、バットが出ただけですね。そしてバッターは8番甘味。バッター2人を打ち取っています。何を投げてくるか。打っていった。左への打球になりました。取りました。これで3アウトチェンジ。2回の裏を終了。韓国代表3人で攻撃を終了しています。3回の表、日本の攻撃。ノーアウトランナーなし。辰川さん、日本の攻め方はどう見ますか。この点差のうちにね、強烈な打球、初球しっかり捉えた。これはセンターに上がった。センターフライに倒れました。最初の1球は何か。初球インコース、ワンナッシングです。2球目はどうでしょう。強烈な打球、これは大きい、これは大きな打球だ。いった、ホームラン、ホームランです。見事に捉えた。変化球打ち返した打球は
っという間にレフトスタンドに届きました。3回の表、両チーム2本目のホームランが飛び出しました。今ホームに戻ってきました。2対1。今のはどうでしたでしょうか、ああ、監督もね、最低でもヒットというのがあったんでしょうけど、まさかそれがホームランですからね。まあ、そうでしょうね。はい、1点を返します。1点差にしています。そしてラストバッター岩村、3回、今日最初のバッターボックスです。初球チェンジアップから入りました。カウントワンストライクノーボールです。トップバッターは外野フライ、その後ホームランを許しています。今度も速いボールできました。ツーストライク。今度もいい当たり、ピッチャーの横、取った。一塁送球、これはアウト。貫禄のある守備を見せました。ああ、素晴らしいですね。これがプロですよ。まあ打った方としては残念でした。ショートゴロに倒れました。これで打者一巡となり、初回の前の打席、ライトへのシングルヒットを放っています。最初はストライク、枠いっぱいに決めてきました。ここまで1点を与えています。速いボールできました。2つインコースに来ました。さあ、決め球を見せるか。見送ります。ここは外してきました。さあ、次の4球目は、今のはちょっと危ない投球です。ストーンと、これは外れます。カウント2-3。さあ、2-3になった。内へのボール打った。ショートが抑えます。一塁へ送ります。これはアウト。単独のある守備を見せました。でもヒットになってもおかしくない打球だったんですけどね。というプレーがゲームを引き締めます。3回の表が終了しています。日本代表1点を返しています。2対1、最少得点差にしています。3回の裏、韓国の攻撃、バッターパクキヒョ、先ほどの軽快な守備、そしてこの打席を迎えています。初球はボールになりました。この球はボールになります。2投目、わずかに外れてノーツー。外へ2球持っていきました。2対1、韓国がリードしています。速い球、まっすぐのボール、ワンエンドツーになりました。さあ、バッター有利か。変化球、しっかり取りました。セカンドフライに倒れました。この回打順が一巡してきました。イ・ジミョン、左のバッターボックスに入りました。この回もまずワンアウトを取っています。ストレートを打って、これはショートになります。一塁に送ります。アウト、アウトです。ショートゴロに終わりました。打順が記録しています。低めのボール打って、今度もショートのゴロになりました。取りました。一塁へ、一塁アウト。これでスリーアウトチェンジ。3回を終了しています。韓国代表、この回も4回の2、ここまでの日本ヒットが3本、1得点の内容です。一方の韓国、打ったヒットは3本、2得点という内容です。韓国がリードしています。これは強い当たりだ。セカンドへ、ツーベースヒット。レフトオーバーのツーベースヒットになりました。そして打順が変わります。青木、同点のチャンスに打順が回ってきました。いきなりランナー二塁としています。最初のボールは打ちました、ファウルです。今日の奪三振の数は2となっています。さあ、2球目は変化球を打っていった。ここでヒットが出ました。まずはインハイで体を起こしてから外に攻めていきたいですね。さらにバッターがベースに追い倒さっていますが、どうでしょう。いや、ここは強気で攻めないとやられますよ。2球目はどうか、打っていった、ラインには際どいか、ファウルになりました。あっと、3球三振。3球できっちり仕留めました。そして5番に打順は回ります。村田、そのバッターボックスとなります。ここで追いついてね。1塁ランナーがスタート。3塁ランナーはバッター見送った。タッチはアウト、ボール失敗。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。決めてきます。ツーナッシングです。さあ、追い込んだ。このストレートは外れました。バッテリー外してきます。インコース、ツーエンドツーになりました。さあ、何を見せるか。バット上がりません。チャンス
を生かせませんでした。一塁送球、これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。でもホームランがね、出てるわというとこですけどね。はい、しかしその一発は出ませんでした。接戦が続きます。さあ、どんなイメージで打席に入ったでしょうか。ヒット構成、なんとかバットの角度を向けようとしてるんじゃないですか。なるほどね。まあピッチャーにはね、相性悪いと思わせておきたい。これは落ちるボール、これはセカンド取りました。一塁へ送ります。ファースト取って、これはアウトです。さあ、怖いバッターに回ってきました。先ほどのホーム、点差変わらず1点差、韓国がリードしています。初球は手を出しません。この球は入りません。今日2度目のバッターボックスに入っています。センターへのヒットになりました。そして次のバッターとなります中心左のバッターボックスです。松坂、この試合許したヒットの数が4となっています。最初の1球を投げて、ショートへの当たり、二塁コースアウト、一塁転送、一塁もアウト、最後ゲッツーに突き取りました。さて、試合は1点差のまま5回に入っていきます。5回の表、日本奪った三振の数が3となっています。第1球、これはファースト抑えた。一塁送球、一塁、これは悠々アウトです。そしてこの前の打席はきっちり捉えたんですが、センターフライに終わっています。素晴らしい打球だったんですけどね。まず低め、膝元をついてきました。いいところへ決めてきます。まず先頭のバッターを打ち取っています。これも強い当たりだ。右中間に上がった。さすがですよ、この打球は。右中間抜けた、大きく上がった。ボールをつないでいく、ツーベースヒット。打線の勢いがつく前に、なんとか火種を消したい登板です。まあ、ヒットのランナーが出ています。最初の1球、まず際どいコースから入りました。ボールカウント1ストライク。2投目は大きく外れてボールになります。ワンエンドワンになりました。3球目はどうする。インコースストライク、コーナーいっぱいにコントロールします。次は4球目、バーッと抜けた、抜けていきます。セカンドランナーは一気にホームへ。さあ、ヒットが出ました。レッドバッター1塁を蹴った。さあ、セカンドランナーが攻撃しました。タイムリーツーベースヒット。ここで組んだろうね。勝ちを呼び込みませんよ。一つの勝ちをもらうには、こんな場面を乗り越えないとダメなんですね。そうですよ、ベンチの信頼はここを抑えてこそです。そして次の、これが2回目のバッターボックス。何を投げてくるか。まずこれは大きく外れました。ノンストライクワンボール。先ほどの打席は、これも強烈な打球。この回追いつかれています。村本、ツーエンドワンです。さあ、4球目、これはすっぽ抜けました。この高めはボール。フルカウントにしましたよね。はい、フルカウントからの6球目、これも鋭い当たり。打球はセカンドへ。一塁に送ります。一塁、楽々アウトです。セカンドゴロに終わっています。そして打順は1番に戻ります。一郎、そのバッターボックスです。この回追いつけましたのでね、このまま勝ち越しまで行きたいでしょうね。はい、ここから大量点まで行きたい場面です。このゲーム、両チームともにホームランは1本となっています。このまっすぐは外れました。インコースを続けます。2対2、この回ここはフォアボール。フォアボールのランナーを許します。そして2番、さあ、日本代表、フォアボールで三塁ランナーはそのまま三塁一塁です。さあ、3回目の打席、この球はどうでしょう。緩いボール打った。これはピッチャー正面、ファウルボール。この3球目はどうする。この球は見ます。ツーストライクワンボール。さあ、第4球、あっと見逃し三振、スリーアウト。5回の表が終了。日本代表2対2、ゲームを振り出しに戻しています。5回の裏、韓国の攻撃、2回の1打席目、セカンドフライに終わっています。さあ、初球です。その初球は外のボール、カウント1ストライクノーボールです。さあ、2球目はまっすぐを打って高いバウンドになりました。ショートが抑えます。一塁へ、アウト。ショートゴロに倒れました。次のバッターが入ります。チェジョン、左打席に入っています。まず先頭バッターを打ち取っています。さあ、初球はどうでしょう。これは外れました。この球はボールになります。2球目です。外れてボール、ノーツー。今日2回目のバッターボックス。この変化球は枠の外、ノースリーです。2回の前の打席、ピッチャーフライに終わっています。ここでストライクを取ります。ここでストライクカウントが入りました。さあ、5球目、さあ、出ました、貴重なランナー。ここは大事に攻めていきたい。ここは隙あらば何かしか、
2回の最初の打席ショートフライに終わっています。さあ最初の1球、まずは見送りました。ボールカウント1ストライク。さあ2球目は行きました。これはレフトへ、しかしこれは間に合います。取りました。レフトフライに終わりました。そして打順が変わり、パクキヒョ今日は守備で見せてくれました。3回でした。どこに出てくるんでしょうか。まずは落としてきました。ボーワン、この回ワンアウトからフォアボール、その後外野フライに打ち取りました。さあ次のボールは打たされました。左への打球です。取ってこれで3アウト。さて試合は同点のまま6回に進んで、韓国代表この試合2回目のピッチャー交代です。イスンチ4回の前の打席、2打席連続のヒットを放っています。どこから行く。まずスライダーを持ってきました。ワンストライクです。この球はどうでしょう。あっと打ちました。ファウルになります。キャッチャー取りました。果たして3球勝負するのか。3球三振、空振り。バッター DA。 さあ3回目のバッターボックス。最初は変化球できました。ボールカウント1ストライク。2球目はどうでしょう。緩いカーブ、ワンエンドワンです。3投目狙っていって空振りです。本当力がね入ったスイングですよ。はい、ここは大きな空振りになりました。さあ何を見せるか。中への変化球外れました。スリーボールまで持ってきましたからね。はい、変化しました。これは三遊間取って一塁送球、アウト。アウトです。ショートゴロに終わっています。打順が変わります。村田打席に入ります。初球です。外から攻めていきます。カウント1ストライク、ノーボールです。先頭バッターは三振、その後は内野ゴロに打ち取りました。外角低めのストライク、2ストライクです。さあ勝負するんでしょうか。これはいい当たりだ。これはショートになります。一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。6回の表が終了しています。日本代表2回目の三者凡退に倒れています。6回の裏、韓国の攻撃、ここまで5回2点を失っています。まずは初球、前進前進します。ワンバウンドヒット、打ちました。センターへヒットを打ちました。ランナーの意識は今どんなところにあるんでしょうか。ここは1球見てね、次のことを考え、外に来ました。松坂、今日のゲーム打たれたヒットの数が5となっています。ここは送りバント、ファウルになります。次が5球目、スリーバントしてきた、抑えた、一塁を送ります。ここは確実にランナーを進めました。いや、今日の戦いの中で一番面白い最大の見どころかもしれませんよ。男子の本会、ここは一発決めてくれそうな予感です。楽しい。今日出したフォアボールの数が1となっています。まずはコーナーをついてきます。ワンストライクノーボール。さあ3回目の打席、高いボールを打ちました。取って一塁に送ります。一塁アウト、ランナー三塁へ進めました。きちっとランナーを進めましたね。はい、そうですね。ランナーを終えた状況での打席はそりゃ気持ちの入り方が違いますよ。そこはやはり3回目の打席、センターへのタイムリーヒット、1点追加、リードを奪いました。そして次のバッターを迎えます。中心、さあ韓国代表、さあ勝ち越しのタイムリーヒットが出ています。どこから狙うか、低めを打った、これはピッチャー一塁送球、一塁これはアウトです。これで3アウトチェンジ。緊張感を持続しながらのきつい試合が続く7回の表。今日の解説は達川光雄さん、そして黒木智博さんでお送りしています。まずは初球、初球簡単にストライクを取ります。ワンストライクです。さあ次はどう攻めるか。ちょっと今のは危ないボール、イスン、今日は1回を投げて許したヒットはありません。詰まっています。今のはファウルになります。次が4球目、あっと強烈な当たり、ライトへ上がった。この打球は交代、交代フェンスにダイレクト。さあバッターランナーは1塁を回ります。ツーベース、ライトオーバー。相手のチャンスを断ち切ることができるか、責任の重いマウンドです。いやー、ここを無得、ここまでは両チーム1本ずつのホームランが出ています。最初はカーブから来ました。カウントワンストライク、ノーボールです。セカンドランナー変えれば同点ということになります。アウトコース、2ストライク。さあここはどうリードするんでしょうか。外へ、低めが3つ続きました。変化球打った、これはピッチャーの前、取ってあーっとそれた、ちょっとそれた、フィルダースチョイスになりました。さあもう一回今のシーンです。そして8番ジョージ、
この前の打席なんですが、同点に追いつくツーベースヒットを打っています。最初は内から入りました。ワンストライクノーボール。2投目は1塁ランナーがスタート。3塁ランナーは振っていった。タッチしてアウト。2塁盗塁失敗。さあ次はどうするでしょう。バット転がります。抜けるか。バット破った。綺麗に破りました。このランナーがホームベースを踏みました。いやー、一応読み通り行ったっていう感じですかね。どうですか、読まれる傾向が出てきたんでしょうか。そんな感じがしますね。そして次のバッターとなります岩村。7回表ワンアウトです。そして次のバッターを迎え、日本代表、さあ同点となるタイムリーヒットが出ています。日本代表、さあタイムリーヒットで同点にしています。ゲームはこの回振り出しに戻りました。外の次は内に持ってきました。ボールカウント2ストライク。キャッチャーのサインは今のはボールになります。ここは外してきました。さあ第4球見逃し、これは入りました。韓国代表、またピッチャーを変えていきます。チョン・デヒョン、同点の場面での登板となりました。しっかり抑えてくるんでしょうか。この回同点を許しています。初球は低いボール、ノーワンです。次の2球目変化球で続けました。2球変化球できました。3対3、同点に追いついています。イチロー、ここまで2回塁に出ています。バッティングカウントになった。2アウトになっています。さあ5球目アウトコース。今のようなね、ボールに手出したらいけないですよ。行きました。打球はショートへ。抑えた。一塁へ送ります。あっと、こぼした、こぼした。二塁へ送ります。タッチしてアウト。これでスリーアウトチェンジ。7回の表が終了しています。日本代表3対3、同点としています。さあ長打を期待していきたい。豪快なバッティングを期待したいですね。ここは長打が欲しいですね。ポジショニングも頭の中に入れて狙ってほしいですね。さあシフトを確認して投手に対します。最初のボールを決めました。このストレートには力があります。さあ2球目まっすぐ打ちました。左への打球になりました。ワンバウンド、ワンバウンドした。ノーアウトで勝ち越しのランナーを出していく。さあ次の塁をどう狙ってくるか。緊迫したゲーム展開。とにかく次の塁を。さあ韓国代表、ファーストに代走を送ります。イ・ジョンウ、出番が来ましたね。さあ韓国代表、ノーアウトからヒットのランナーが出ています。どこから行く。外目のボールから来ました。ボールカウントワンストライク。この回ヒットを打たれています。ランナースタートした。見送ってストライク。二塁タッチアウト。盗塁は失敗。今のはバッターに当たりそうなボールでした。この回ヒットを2本打たれています。さあ2球目丁寧にコーナーをつきます。ボールカウント1エンド1。さあ次の3球目高めのボール球、手を出した。ライン際はどうか。抑えた。2塁はアウト。そして1塁転送セーフ。1塁はセーフ。ダブルプレイに逃れた。サードゴロに終わりました。そして打順が変わります。2アウトになっています。さあ1球目変化球打ちました。センターへ前進前進。ワンバウンドで止まりました。ファーストランナーは2塁ストップです。1本目のヒットが出ました。ここでキャッチャーがマウンドへ行きます。ファーストも行きました。彼の一振りで大きな流れが変わることもありますからね。そりゃベンチも期待していますよ。そうですね。6回の3打席目センターへのヒットを放っています。最初は見ていきます。ストライク狙ってきたんでしょうか。さあ次はどこへ行くか。さあこの打球は抜けた。抜けました。ヒットになります。3塁2塁1塁。このチャンスどう生かしていくんでしょう。じっくり勝負するには好きなボールを執念深く待つことですよ。はい、おっしゃるようにじっくり得意なボールを待てるでしょうか。今日はここまで2打数1安打。まずはストライクを取りました。ワンナッシングです。これが4回目の打席。2球目変化球を打っていった。左へ行った。前に突っ込む。ワンバウンド、ワンバウンドした。三塁ランナー今ホームイン。続いてセカンドランナーもホームイン。5対3、レフトへのタイムリー。2点が加わります。リードを2点としました。日本代表2番手ピッチャーを送ります。マハル、2点をリードされての登板となります。韓国をどう抑えてくるんでしょうか。ファンの声援を背に受けてのバッターボックス。この声援をいい意味で意識してほしいですね。球場全体が揺れてますね。やっぱりこの雰囲気がね、選
選手を奮い立たせるんですよ。観客を味方に快音を残せるか。得点差は2点、韓国がリードしています。またストーンと落としてきました。ボールカウントノーツー。さあ今日のバッティングなんですが、3打数でノーヒット。ここまでまだヒットがありません。やっぱりこのノーヒットで終わりたくないでしょうね。内へのボールか、右方向へ落ちた。ライトの前ワンバウンド。セカンドランナー一気にホームを狙う。ここでヒットが出ました。セカンドランナー今ホームイン。1対3、ライトへのタイムリーヒット。1点が加わります。3点のリードに変わります。そしてホームランバッターの登場です。イデホ、バッターボックスです。やっぱりチャンスでね、いいところに回りますよ。今日バッティングいいです。落ちるボール打ちました。ここまではホームランが1本があります。次の2投目詰まった、これもファウル。さあ次のサインまっすぐを打って、この打球はファウルになります。これは怖かった。ここでショートゴロ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあ今度の攻撃で流れを変えていくことができるでしょうか。まあ少し目先を変える。8回の表、今日はここまで3打数1安打。1球目は空振りです。ワンストライクです。攻撃中の日本、前のイニングは1つの残塁、しかし1点を入れています。キャッチャーのサインはスイングアウト、三球三振。今のプレイをもう一度見てみましょうか。次のバッター、今日のバッティング3打数の2安打。まずは初球見送りました。カウント1ストライクノーボールです。ここまで2本のヒットを放っています。でもまあもう大丈夫っていうのもありますけどね。はい、キャッチャーの要求は今度も3球三振。いい球を見せました。そして次は DH 稲葉、8回表ツーアウトです。チョンデヒョン、今日は1回を投げてヒットは打たれていません。与えた得点はありません。ツーアウトランナーはありません。次の第2球、これは見送りました。ツーストライク、低めのボール際どい、際どく外れた。さあ4投目、低いボール、打球は一塁間、あっと味方抜けました。このヒットで2桁のチーム10本目のヒット。ちょっと辛そうにも見えますが、ここはしっかり投げていきたいところです。韓国代表6番手ピッチャーに変えます。イムチャンユ、ツーアウトランナー1塁の場面でマウンドに上がります。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。タッチして、これは1塁セーフです。村田、今日はまだ出塁はありません。初球見送っていきます。わずかに入りません。さあ2球目は、さあランナースタート、投球ストライク、盗塁成功。まあ今とスタートしてましたね。そうですね、この回ツーアウトまでは簡単に来ました。しかしその後ヒットを許しました。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振にヒット取れました。8回の表が終了しています。日本代表得点はなりませんでした。さあここは豪快な一発、依然として3点差、韓国がリードしています。攻撃中の韓国、前の攻撃では2人残塁、しかし3点を挙げています。この球はどうでしょう。ストレート落ちました。今のはね、落とされてますのでね、これ代打ですね。さあ韓国代表代打のバッターが出てきました。コ・ヨンミ、右のバッターボックスです。この回は先頭バッターを打ち取っています。どこに入れてくるか。最初はストライク、枠をいっぱいに使ってきます。高めのボール球を打った、破った、これはセンターへ転がっていきます。さあヒットが出ました。さあ達川さん、今のバッティングはどうでしたか。結果的にはヒットですけど、いいまっすぐでしたよ。ですね、見応えのある対決でした。何から持ってくるか。まず最初のボールを決めていきました。ワンストライクノーボール、ワンアウトランナー一塁です。強烈な当たり、この打球は右中間に上がった。ワンバウンドヒットになりました。さあファーストランナー二塁を蹴った、打ったバッター一塁を蹴った。さあファーストランナー一気にホームへ、ツーベースヒット。今ファーストランナーがホームイン。7対3、1点を追加、点差は4に変わりました。さあ今のプレイご覧いただきましょう。そして次の8番タンミンホ、右のバッターボックスに入りました。ここまでノーヒット、今日のバッティングです。今度もいい当たり、これはサード取った、一塁へ。
あーっと悪送球、タッチは完全にアウト。アウトが1つ増えて次のバッター7回の第3打席センターへのヒットを打っています。どこに入れてくるか。あーっと打った、これはレフトへの打球。ワンバウンド、ワンバウンドした。次が今本人1対3レフトへのタイムリーヒット、1点を加えます。その差は5になりました。打順がトップに帰っていきます。イジニョ、左のバッターボックスに入りました。マハ、今日は1回を投げて許したヒットが4本。このうちの3、高めのボール球、手を出した。2方向。ロスランナーは2塁です。2塁ストップです。今のバッティングについてお聞きしますが、達川さん。今のまっすぐは速いですし、力もあるし、いいボールでしたけどね。ですね。力のあるボールでしたが、打たれました。ストレート打って、これは高いバウンド。ショート取った。1塁送球。さあ、ヒットになった。ツーアウトながら満塁、追加点のチャンスを迎えています。今日は1打点がついています。まずは初球見送りました。ワンボールになりました。次の2球目、空振りになります。ワンエンドワンです。マハ、今日は1回を投げて打たれたヒットが6本。そして打って低い打球になりました。さあ、レフト前、ワンバウンドになりました。さあ、セーブランナー、初球抜けた。今サードランナーがホームイン、タッチしてアウト。3アウトチェンジ。8回を終了し、韓国代表3点を追加、9対3、点差を広げました。9回の表、日本の攻撃。最初の球は、まずはストーンと落としてきました。ボールカウント1ストライク。さあ、2球目は、ストレートできました。これはピッチャー思い通りでしょう。キャッチャーのサインは、この打球はセンターです。ワンアウトです。センターフライに終わりました。これが4回目の打席。まず際どいコースから入りました。際どく外れた。2投目は高め、ストライク。カウント1エンド1。福留、一度の出塁がありました今日のゲームです。さあ、3投目、なんと体に近いところ。今日はツーベースヒットを打っています。さあ、バッターちょっと有利か。低めを打ってピッチャーの前、センターの前、ヒットになりました。ヒットになります。打ったバッターは一塁です。一塁ストップします。さあ日本代表、ワンアウトからヒットが出ています。さあ、日本代表、ワンアウトからヒットのランナーが出ています。まずはストライクを取りました。ワンストライクです。今日のバッティング、3打数3インコースに来ました。ショートへの打球、取って2塁はフォースアウト。1塁転送、これで3アウト。ゲ